皆さんこんにちは、劇団ムーンの月兵衛です。二之助です。というわけで今回は、月兵衛と二之助が選ぶおすすめ映画、こちらを紹介していきたいと思います。はい。いやー、というわけで二之助さん。はい。やはり現在コロナ禍ということで、なおかつね、緊急事態宣言も出ているということもあり、おうち時間が多いじゃないですか。いやー、ほんとそうだね。いや、やっぱりおうち時間をどう過ごすかによって、はい、こう生活をね、より楽しく前向きにできるかっていうのが変わってきますよね。そうだよね。なかなか外出れないからね。そうなんですよ。そんな私たちの心を満たしてくれるのが、ディズニー映画ですよね。その通りだね。最近はね、もうディズニープラスというね、素晴らしいコンテンツもありますから、使われてますよね。いや、もう絶賛利用中ですよ。利用料金滞納とかしてないですか？滞納してないですよ。おー、偉いですね。はい、もう毎月かっちり払ってますから。というわけで今回は、もうすでにね、皆さんももちろん見たことのある映画だと思うんですけれども、私と二之助のおすすめ映画。はい。おすすめというよりも、もう好きな映画ですね。そうだね。はい。をね、ちょっと紹介していけたらなと思っております。もうじゃあ私から、はい。行かせていただいていいでしょうか。どうぞどうぞ。私が好きな映画の一つ目は、塔の上のラプンツェルでございます。はい。どうですか？これを受けて。いや、堂々来たなという感じですね。いや、僕ね、ラプンツェル正直一番好きなんですよ。はい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 。よく聞きますよ、それは。そうですよね。まあ、二之助さんのお姉ちゃんが自分のために焼いたという DVD を、まあ、5年ぐらい借りっぱなしなわけですけれども。俗に言う借りパクってやつだよね。まあ、もういいじゃない。これだけ好きなんだから。なんでそんな正当化できるのかがよくちょっとわかんないですけど。僕、あのね、こう、先の読めない展開、あれがね、ドキドキするんですよ。なるほど。確かにラプンツェルってもう矢継ぎ早にいろんなことが起きて、目まぐるしく場面が変わるもんね。そうですよね。まあ、それに加えて、なんて言うんでしょうかね。展開も早いし、ハラハラドキドキ、そしてこう、なんて言うんですか、大立ち回りもあったりして、そしてね、何よりも、それぞれのキャラクターのね、個性がいいんですよね。確かにそうだよね。キャラ立ちが半端ないんですよ。ピクセルだかマクセルだか、なんだっけ、マキシマス。マキシムス。マキシマスですね。マキシマスか。はい。マックスですね。マックスね。もうベイマックスとしても、やっぱりこう、あるでしょうね、感じるものが。名前がここまでね、同じだとね。そうなんですよ。そしてもう最後に至るまでわかんないじゃないですか。そうだね。あのラプンツェルの髪がね、もうあんなことになるとは。そうだね。直近ペロリンですよ。ネタバレしちゃって大丈夫？でも不思議に思うんですけど、ラプンツェルのショートヘアバージョンのグッズとかってないですよね。ほぼほぼ見ないね。ほぼほぼというか見ないか。見ないんですよ。確かにね。絶対あれショートヘアのラプンツェルの方が好きっていう人も中にはいるんですよ。まあ二之助もそのタイプですね。ああ、月兵衛は違うんですけど。ああ、そうなんだ。いや、なんか不思議だなと思ってね。確かにね。まあ、というわけで、もうラプンツェルもとにかく可愛いし。なるほど。まあ友人がかっこいいですよね。僕一番かっこいいと思いますね。ディズニー映画の中で。友人の。はい。設定秘話知ってますか？あ、なんでしょう？教えてあげましょうか。おお、教えてもらっていいですか？ラプンツェル好きなあなたに、ラプンツェル普通好きの私が教えてあげましょうか。教えてくださいよ。教えてあげましょう。はい。このユージーンって、まあイケメンじゃないですか、とにかく。はい。あのユージーン、なんと、制作人の女性たちみんなで、理想の男っていうのをみんなで話し合って、できたキャラクターなんですって。へえ、そうなんだ。だから、女性陣はみんなユージーンのことが大好きなんですよ。なるほど。なのになぜ月兵衛もユージーンのことが好きなのか。はい。どういうことなんでしょうね。どういうことなんでしょうね。いや、それは初めて知りましたね、と言いたいですが、おお！知ってますね。多分僕が前に言ったんじゃないかな。もうちょっと、どこから来た知識かを忘れましたけど、知ってました、それは。知ってたか。はい。まあ、それほどね、男性も女性も、虜にしてしまうかっこよさ、魅力があるわけですよ。というわけでね、ぜひ皆さん、この、塔の上の友人、違います。こちらを見て。違います。ラプンツェルです。ああ、そうかそうか、主役はラプンツェルでした。ああ、ごめんなさい。ということでね、ぜひ、ラプンツェル皆さんね、見てない方は見ていただきたいです。見た方も再び見ていただきたい。本当ですね。はい、傑作でございます。じゃあ、続いて二之助さん。はい、ありがとうございます。あるものなら言ってみなさい。二之助が選ぶ。はい。一本目は、アナと雪の女王です。人のことを言っといてあれですがはい。ド定番じゃないですか。ド定番ですね。あ、でも確かにムーンウォークの時に、はい、好きなプリンセスはエルサだとおっしゃってましたもんね。言いました。はい。アナと雪の女王。はい。もう言わずとすれた。言わずと知れた、はい、もう大人も子供も大好きなディズニー作品ですよ。まあそうですよね。大ヒットしたじゃないですか。しました。もうあの作品の魅力は何と言っても、はい、美しき兄弟愛ですよね。ああ、なるほど。アナのね、はい、もう最後までエルサは信じ抜く純粋な思いと、エルサのやっぱり自分の抱えてるいろいろなものがありつつも、うん、最後はやっぱりアナと手を取り合うような、そんなお姉ちゃんらしさと、はい。もうやっぱりあれにもう濃縮されてますね。ああ、濃縮。作品の全てが。なるほど。はい、もうオラフとか、はい、なんかそういう要素はもう本当に飾りでしかないです。じゃあそこの兄弟愛が見どころだと。そうだね。はい。やっぱりなんていうんですか、私と、うん。ご自分とで掛け合わせて考えておられたりとか、そういうのがあるんでしょうかね。そういうのは特にはないつもりだったんだけど、はい、はい、でもそういうつもりかもしれないと、まあ潜在的なものは誰にもわからないですよね。ということで、はい、アナと雪の女王、なるほど、ぜひもう一度ワン、ツー、はい、見てください。わかりました。改めて見てみましょう。はい、それでは私2作品目いかせていただきます。どうぞどうぞ。2作品目といっても2作品だけですから。まあそうだね。いやー、これは悩みに悩みましたよ。うん、好きな作品たくさんあります。ベイマックスかな。でもその中からこうやっぱり男心がくすぐられると言いますか、まあそれを持ってきました。ベイマックスかな。はい、というわけで私が選ぶ2作品目は、はい、カーズでございます。カーズ。はい、なるほど。まあなんと言いましても、うん、カーズはカーズですよね。まあカーズは本当にカーズ。うん。まあそこですね。なるほどね。はい。でも月部あんまりカーそんなに好きじゃないんじゃない？いや、カーは本当に大好き。本当？カーもおっかーも大好きよ。あ、それは知ってたわ。まあカーズのですね、いいところは、うん、まず車。はい。まあ僕好きなんですよ。なるほど。車がかっこいい。好きな人からしたらたまらないよね。まあそうなんですよ。うん、まずそれがかっこよくて、なんて言うんでしょうね。やっぱり速いものとか強いものって憧れるじゃないですか。それはある。はい。男だったら大体そうだわ。そうなんです。もうマックイーン、主役のね、ウルトラミラクルマックイーンが。なんか装飾ついてますね。なんでしたっけ？ライトニングマックイーンだ。もう速くてね、かっこいいんですよ。まあ確かにね。しかし。そんなただかっこいいとかいうレベルの話じゃないんですよ、カーズは。どんな話なの？もうね、いろいろ自分が背負っているものであったり、うん、もう自分が憧れていたね、まあ車、まあ師匠みたいなもんですよ。うん、まあその師弟関係の教えであったり、うん、そして最終的にはですよ、これはカーズ1の話なんですけど、あえて自分が1位にならない。立てるわけですよね、先輩たちを。ラスティングシーンね。はい。もうあれはね、子供にはわからないですよ。まあ確かにあれは大人が魅力に感じるラストだわな。はい、そう、もうそれを分かる僕は大人ですね。まあ月兵衛が大人かどうかはさておいて、はい、もう本当にディズニー作品全部に共通していますけど、うん、子供も大人も大好きですよね。いやー、本当にそうですよ。もうあれはね、なんて言うんでしょうかね。子供だったらもうマックイーンが1位になってわーで終わりですよ。でもあそこで1位にならないという、はい、まあそれも素晴らしいですし、言い忘れましたが、うん、なんて言うんでしょう、舞台となっているアメリカ西部のあの風景とかがね、めちゃくちゃ綺麗。出た、月兵衛のアメリカかぶれ。かぶれてはいないんですよ。かぶれてるよ。全然かぶれてないんですけど。そうかな。ね、風景とか、うん、なんて言うんでしょう、ネオンの感じとか、たまらにゃいんですよね。なるほどね。はい、というわけでもう語り尽くせなくなっちゃうので、こんなもの語ってると、ね、こんなもんにしたいと思いますけど、うん、まあ個人的には私はもうカーズ1を見ていただきたいなと。なるほど。はい。3部作の中で1をおすすめと。はい、そうですね。はい。ぜひね、皆さん見ていただきたいと思います。それでは二之助さん、はい、2作品目いっちゃってください。はい、ありがとうございます。もう僕出るの分かってますから。あ、ほんと？はい。まあ多分合ってると思うよ。楽しみにしてますよ。うん、任せてください。二之助がおすすめする2作品目は、はい。モンスターズインクベイマックスです。おお、2作品出ちゃいましたね。ああ、ごめん、間違えた。ダメです、ダメです。あ、ごめんなさい。モンスターズインクです。あ、そっち。はい。ベイちゃんは？ベイちゃんは残念ながら落選しました。ああ、そんなもんなんですか。まあ残念ながらそんなもんなんですよ。自己否定ですか。はい、自分のことはそこまで。ああ、なるほど。それよりモンスターズインクがボーン来たわけですよ。同じ主人公のマイク君、サリー君が上に来たと。その通りですよ。はあ、彼らの輝きにはかなわない。私ベイマックスははいかなわないと。マイクとサリーのあのデコボココンビがこう繰り広げるもう冒険活劇ですよ、あれは。ああ、なるほど。はい、まあいろいろね、紆余曲折ありながらも、うん、あの世界において最善のものを見つけ出すというストーリーですけど。ああ、はい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 。やっぱり特色となるのは、うん、マイクとサリーのあの、はい、絆ですよね。ああ、なるほど。はい。よしこさん、あれですね。アナ雪も、まあ、こう、兄弟の愛。はいはいはい。そして、モンスターズインクも二人の絆。やはりもう、私のことが、常に頭の片隅にあると言っても。そして、ディズニー作品を見ながら、常に私のことを考えておられるんじゃないですか。ちょっと何言ってるかわかんないですけども。そこまで思ってる方だったんですね。うん、まあ勝手にそう思ってればいいんじゃないかな。ありがとう。まあそんな月兵衛はさておいてですよ。ふぅ、本当にモンスターズインクは、うん、ストーリーもそうですし、はい、キャラクターも練りに練られてるなと感じるんですよ。いやー、確かにそうだね。でまた音楽、僕大好きなんですよね。ああ、はいはいはい。だからディズニーランドにあるライド&ゴーシーク乗った時も音楽聴いたり、うん、あの受付見るだけでもうムハムハ興奮しますし。あ、来ちゃう。はい。ちょっと二之助さん、はい、どんな音楽かちょっとあの鼻歌歌っていただいてもいいですか。皆さんご存知ないですけど、はい、猪之助めちゃくちゃうまいですから。ああね、すごいんですよ。すごいからね。はい。あ、もう大丈夫です、大丈夫です。大丈夫。はい。人が気持ちよく歌ってんだから。ああ、もう素晴らしいクオリティの。本当。ものを出していただいたので、もうお腹いっぱいになっちゃいました。YouTube 著作権引っかかんないかな。原曲と同じすぎたよね、今。ちょっとうますぎて、こうね、なんか本人のもの使ってるっつってダメってならないから。本物の BGM なんつってね、弾かれちゃうわ。ちょっと怖いですね。怖いね。自分の可能性が本当に怖い。本当だね。ちょっともう心配になるぐらいのクオリティでしたけれども。いやー、モンスターズインク。あれですよね。ちょっと話変わっちゃうんですけど、あの、ディズニーランド。のモンスターズインクのアトラクションの、まあ、お土産売り場にモンスターズインク社のヘルメットが売ってるじゃないですか。ありますね。あれ僕めちゃくちゃ可愛いと思うんですよ。可愛いよね。だけどあんまり見ないですよね。パーク内で被ってる人見たことないね。そう、あれそれこそね、みんなでお揃いコーディネートとかでやっても結構可愛いんじゃないかなと、うん、なるほどね、私思うわけですが、うん、まあでも今言いながら思ったのは、うん、かさばりますね。そうだね。だからみんな被んないのかな。うん、カバンの中にスッと入れれるもんじゃないもんね。そうだね。スペースマウンテンとか乗って、はい、あ、帽子外していただけますかとかなった時に、はい、本当に足元ゴロン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 ってなっちゃうから。そうでしたね。うん、まあぜひ、うん、車で行かれる方とかはね。そうだね。はい。そして建設業界の方はぜひ使っていただきたいと思いますね。なるほど。というわけで、はい、モンスターズインク最高です。ということで今回は私たちの大好きなディズニー作品を紹介してまいりました。いや、語り足りないですね。足りないですよ。これはやっぱり、うん、ちょっとね、ラジオの方なんかでも、うん、語ってもいいかもしれないですね。そうですね。続きを。はい。多分2時間ぐらいは余裕でいきますからね。回しちゃいますか。回しましょう。皆さんもね、もうお好きなディズニー作品あると思いますので、ぜひコメント欄などでね、教えていただきたいと思います。ぜひね、最初にも言いました通り、この家にいる時間が長い、この期間にですね、いろいろなディズニー作品を見て、少しでもね、リフレッシュしていただけたらと思います。もう僕はね、もうこのベイマックスさんが横にいるので、常に癒していただけるんですけどね。はあ。本当にありがとうございます、いつも。いや、俺言われる筋合いはないですけども。まあ、なぜ不機嫌なのかよくわからないですが。本日はこれにて終演したいと思います。動画が面白いと思ってくださった方は、チャンネル登録や高評価、コメントなどをいただけますととても励みになります。よろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴いただき、誠にありがとうございました。